東京・六本木ヒルズで恒例の田植えのイベントが3年ぶりに一般の人たちが参加して行われました。楽しみ。田植え楽しみですか？ここは港区の六本木ヒルズです。ビルの屋上に作られた田んぼで、都会でも伝統的な稲作文化が体験できるように、毎年恒例の田植えのイベントが開かれました。コロナの影響があったので、一般の人が参加するのは3年ぶりです。年ごとに稲の品種を変えていて、今年は山形県のブランド米雪若丸が植えられました。